長崎市坂本町、目覚め町周辺の航空写真。1888年に坂本国際墓地が1903年に道路を挟んだ隣接地に新坂本国際墓地が開設された。国土地理院地図、空中写真閲覧サービスをもとに作成坂本国際墓地は長崎県長崎市坂本町、目覚め町にある外国人墓地。 長崎市が管理している。ここでは、坂本国際墓地に隣接する外国人墓地である新坂本国際墓地についても、記述する埋葬者が増えて手狭になった大浦国際墓地の代わりとして、1888年4月に浦上山里村に開設された外国人墓地である。敷地面積5594平方メートル、区画数は337で、 日本人を含む14カ国の325名が埋葬されており、埋葬者の数では、長崎で最も大規模な外国人墓地である。墓地は、入り口と通路からの距離から1等2等3等の3等級に、区画が分けられており、イギリス人やアメリカ人などのほか、ユダヤ人や、ワ和団事件で犠牲となったベトナム人、フランス水兵が、それぞれの区域に分けて埋葬されている。 また、原爆投下後の救護活動に尽力した、元長崎医科大名誉教授で、長崎市名誉市民の長井隆と、その妻緑も共に埋葬されている。坂本国際墓地が手狭になったことから、1903年に道路を挟んで、隣接する敷地に開設された。1908年より教養が開始され、近代日本において様々な分野で功績を残した。 著名人が埋葬されている。2004年にはトーマス・ブレイク・グラバー夫妻の母碑が長崎市の史跡に指定された。日本人を含む13カ国117名が埋葬されており、1991年現在で約70機ほど母碑が現存する。入り口左手のレンガ塀に囲まれた敷地はユダヤ人区域として準備されたもので、61区画が準備されていたが、 長崎のユダヤ人コミュニティの衰退もあり、実際にはわずか国格のみの利用に止まった。長崎における外国人墓地の歴史は1602年貿易の基盤を築くべく来日した中国人が当時市街地に唯一存在した仏寺で長崎高生岸にある御神寺の段下となり、彼らがその周辺に築いた当人墓地がその始まりであるとされる。 1654年に手島に住むオランダ人のためのオランダ人墓地が、また1858年にはロシアの軍艦で発生したこれら犠牲者のためのロシア人墓地がご神寺の周辺に開設された。1859年の開国後には、居留地や公開中に亡くなったイギリス人やアメリカ人といった西洋人のために稲佐国際墓地が開設されている。 開国後、長崎の在留外国人が増加するにつれて、彼らの生活圏である、長崎高等岸の外国人居留地から対岸に位置する稲佐国際墓地は遠く離れていて不便だったこと。また、稲佐国際墓地の敷地が狭く拡張の余地がなく、居留地では稲佐に代わる国際墓地解説を求める機運が高まった。居留地の領事代表であるイギリス領事は、 居留地の近隣にある妙行寺の持ち寺に新たな外国人墓地の開設を求めて日本側と交渉を。1861年、江戸幕府は居留地近隣の大浦号阿座さんに行ったに大浦国際墓地を開設した。明治時代になると長崎在留の外国人は増加の一途をたどり、大浦国際墓地の埋葬者数も増加した。 1884年に敷地を拡張するものの、すぐ手狭となり、このままでは隣接する住居、住民の衛生面に影響を及ぼす可能性が生じたことから、明治政府は長崎県を通じて各国領事館と交渉。大浦国際墓地を閉鎖する代わりとして1888年、浦上山里村に坂本国際墓地が開設された。なお、 坂本国際墓地開設と同時に伝染病患者専用として、浦上淵村に伝染病墓地が開設されたが、仮想であれば、坂本国際墓地に埋葬可能で利用が伸び悩んだ。ことから1920年に閉鎖となった。伝染病墓地に埋葬済みの遺体は、坂本国際墓地や古新寺国際墓地に移されている。ありがとうございます。